割が発達してていいるる背びれれは2つの部分に分にかれている第1背びれには7本から8本の棘状が存在し、第2背びれには1本の棘状と20本から22本の南状が存在する。尻びれは2本の棘状が前方に分離し、その後ろに1本の棘状とそれに続く16本から18本の南状が存在する。 第2背びれと尻びれの南上部は伸長し、若菜ではフィラメント状になることもある。背びれは特に長く、時として尾ひれの近くまで伸長する。胸びれはかま状になっており、側線の直線部と曲線部の境界近くまで伸長する。側線は前方でやや湾曲する。側線の直線部には0から5の鱗ること、それに続き26から38の 両鱗が存在する。胸部には鱗がない。椎骨数は24である。本種の背部は青緑色からオリーブ色を帯びた緑色で、腹部にかけて銀白色となる。大型個体では災害上部に黒い斑が広がるが、小型個体では、プチは薄いか存在しない。災害、下顎、口内、舌はすべて小型の標本では銀色である。 1> 第1背びれは灰色。第2背びれと尻びれは灰色から、わずかに黄色や、六小色を帯びる大型個体では背びれ、尻ひれともに身長部は黒色であるが、小型個体では背びれの身長部は黒色である一方尻ひれの身長部は白色である。若菜には体に7本から8本の垂直な島が入ることがある。皮脂貝割は、インド洋、西太平洋の熱帯。 アネッタイ域に広く生息する。インド洋においては生息域は南のモザンビーク、マダガスカルから北に、航海、ペルシャ湾へと伸び、東のインド、東南アジア、そしてインドネシアに広がっている。セイシェルやモルディブといった外海の島からも記録がある。西太平洋における生息域は限られており、南はオーストラリアのクイーンズランドから、北は日本から記録がある。 日本においては2007年に鹿児島県南薩摩市の沖から得られた旧個体の若菜の標本に基づき初めて記録された。この時の報告では採集された個体は台湾あるいは中国から黒潮に乗って流されてきたものと推測された。日本近海では本種の繁殖は行われていないとみられる。ひしか割は浅い沿岸性の海域に生息し若菜は エスチアリーに入ることが知られている。ペルシャ湾における研究では、本種は主に水深をおよそ30メートルから50メートルで生活することがわかった。本種は釣り人によって釣られることがある。皮脂貝割の生態、繁殖形態についてはほとんどわかっておらず、捕食についてごくわずかな研究がなされているのみである。モザンビークにおいて、本種が甲殻類を捕食するほか、 成長すると、小型の魚類も捕食することが記録されている。ソロモン諸島のラグーンでは、主に魚を捕食するが、稀に魚が捕食対象から外れることが知られている。本種のエラブ類が浸長し羽毛状になっていることから、本種はプランクトンを露化接触している、可能性があると論じる、研究者もいる。皮脂貝割は、漁業においてそれほど重要な種ではなく、 FAO は本種の漁獲量のデータをまとめていない。生息域の全域において、トロール量など様々な漁法で漁獲される。本種は、ほとんどの地域では主に混格によって漁獲され、インドやオーストラリア、ペルシャ湾でのエビ、魚を対象としたトロール漁業で本種が混格された、記録がある。漁獲量は多く、イランのバンダーチャーク近海で行われた調査では、 本種のバイオマスはこの地域だけで652トンに達すると見積もられた。ルアや餌釣りによって釣られることもあるが、釣りの対象魚としてはそれほど一般的ではない。UAE の遺跡では本種の骨が見つかっており、本種は有種以前から漁獲され、人間に利用されていたとみられる。ヒシカイワリ族ウールアには本種を含め2種のみが認められている。ウィキメディアコモンズには、 ひしか割わりに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。